こんにちは、カンナです。今日もですね、オリジナルタオルを作ろうと思っているあなたに向けたワンポイントアドバイス、これをですね、させていただきたいと思います。ですね、今日はですね、よく温泉なんかに、このまあブームなんですけど、行っていただくタオルですね、まあ、これがそうなんですけども、温泉タオルって言われるもんですね。まあちょっとそれが、このタオルは厚みがあるんで、ちょっとそれもいいタオルになるんですけども、大体こういったタオルがね、よく温泉なんか行くと部屋にこう置いてあったりするタオルなんですけども、これの特徴とか用途なんですけども、実際ですね、温泉なんかに行って、お風呂に入るとき、まあまあ皆さんもね、石鹸つけて体洗いはると思うんですけども、やっぱりね、薄いタオルで、後ざらしって言うんですけどもね、こういったタオルはすごく泡立ちがよくって、絞ってもすぐ絞れて体も拭けるっていうので、すごくね、用途的にはタオル優れてるんですよね。これが逆に、まあ、こんなタオルみたいなちょっと厚手のタオルとかね、ちょっとぶっといタオルになるとどうなるかっていうと、今度ね、石鹸つけても泡立つんですけども、石鹸をすごく食うんですね。石鹸たくさんいるんですよ。なので、非常に厄介なんですね。まあ、体もきれいに、まあ、流せるんですけども、あとね、石鹸の減る量がすごい多いです。だからこれがね、ちょっとやっぱまずいところで、やっぱりね、温泉用タオルって大体140目、160目、まあ多くても180問目って言われてるタオルが主流なんですけども、その辺の薄いタオルにするのが一番適していますね。で、逆にコンサートなんかでね、販売されているようなシャーリングタオルで温泉入った日にはもう、すごい石鹸ばっかしなんですよ。石鹸が、泡立つまで石鹸が非常にいるんですね。なのでもう無駄になりますので、でその後ですね、今度絞っても絞っても石鹸が取れないです。そういうことが起きてきますので、やっぱりね、それぞれその用途に合ったタオルの選び方っていうのが大事ですね。ですから自分の用途、まあ、こんな感じで使いたいんですよっていうご相談でも結構です。私どもこの後出てますフリーダイヤルにですね、かけていただきましたら、また丁寧に説明させていただきますので、もしわからないことがありましたら何でもご相談してみてください。よろしくお願いいたします。